サムスンバイオロジクスの粉飾会計疑惑を捜査している韓国検察は、定件号サムスン電子事業支援区長事務室などを固く捜査した。これにより、サムスンバイオ粉飾会計疑惑と関連し、グループ会社次元での証拠隠滅が上からの指示で行われていたと推測する検察は、今後捜査のスピードを上げるとみられる。 16日、検察によるとソウル中央地検特殊二部はこの日午前よりサムスンバイオ捜査と関連してサムスン電子の事業支援部事務所と上層部の事務室、そしてサムスンバイオ社長室に対する家宅捜査を進めていると明かした。今回の家宅捜査について検察側は、 サムスングループ次元での証拠隠滅の指示があったかについて確認するためと説明している。事業支援区は過去、サムスン電子のコントロールタワーだった未来戦略室の役割を担う部署として知られる。提督長は、サムスン電子副会長イコールリザイア氏のも側近と呼ばれる人物だ。これを前に検察は去る10日、 サムスンバイオの粉飾会計疑惑と関連し、グループ次元で組織的な証拠隠滅を指示、実行した疑いで事業支援と所属のペクボウジョーム、保安先進化と所属の祖母ジョームを逮捕。ペクジョームは検察の調査で、上からの指示があったと陳述していることが分かった。